いえ、クリムソーデブル増えてきてると思います。今日はですね、シーズン5ではなく6に向けての新情報がゲームズコムっていうゲームショーが今開催されているので、おそらく出るぞと言われているっていうか、アダムも出すって言ってる。なので今日はそこの新情報来るぞという形で、現状のディアブロ4についての最新ニュースをみんなと共有していきたいと思います。そういう感じで本日の目次いってみましょう。1つ目ゲームズコム2024、2つ目シーズン6の新情報で、最後にまとめやっていきたいと思います。でまず1つ目にゲームズコム2024という形で、あのゲームズコムっていうゲームイベントがドイツのケルンで今行われています。ちょうど今動画投稿してるの20日なんだけど、20日から開催されてます、ドイツで、っていうのがまず大前提。これまあ本当に日本で言うと東京ゲームショー、あれのもう海外バージョンって思っていただければいいかな。そこにブリザード、まあ、ディアブロ4が出展してますっていうのが大前提です。でここの中でおそらくまあいろんな情報が出ると。でちなみにアダムも実際この件について明言してて、でまあドイツにねロットとかアダムとかみんなね行ってて、そのゲームショーにで結構有名なあのキャンプファイヤーとかで出る人たちが集結してて、そこで生放送もするらしいよっていう感じで、新情報をゲームズコムで世界に向けて結構発表するらしいというところなので、どういった情報が来るのかとか予想していきつつ、今日はどういった新情報がシーズン6に向けて あるのかで、あとは心配してる点とか、いやちょっとこれやばそうだな、どうなるのかなっていう風に思っている点もあるので、そこら辺含めてシーズン6に向けて情報をやっていきたいと思います。まあもちろんまたシーズン5が面白いし、シーズン5全然俺ハマってて寝不足なんだけどまあとりあえず短縮シーズンだし、新しいクラス出るしっていうところで区切りのシーズンでもあるので、まあそこら辺でね徐々に情報が出てくるという形だと思いますね。というところで早速シーズン6の新情報という形でやっていきたいと思うんですが、今動画を撮影している時点でまだね、多分ちょうど4時ぐらいに開幕するらしくて、右上にさ18時15分って書いてあると思うんだけど、まだ多分新情報は出る段階ではないと思うのであれなんですけど、一旦ねゲームズコムが開催されている日数っていうのが8月20から8月24日で、おそらく、まあ、東京ゲームショーとか見てる人だと分かると思うんだけど、まあ、大体こういうのって、まあ、最初にメイン情報ドカーンって出したら後から尻つぼみになるから、徐々に出してって、で最終日とか最終日手前で大きい情報ドーンって出すから、多分そんな流れになるのかなって勝手には予想しているっていうような状況ね。でさらにじゃあその情報どういうのが存在するんだろうねって考えた時に、今現在出ている情報、もちろんまだ新情報は今動画作ってる時点で出てないから、ゲームズコム始まったばっかりだからねあれなんだけど、おそらく今後出る内容としては当然シーズン6の DLC の話だと思います。でさらにそこに付随してDLC で何が追加されるか、どういうコンテンツがあるか、そしてシーズン5からどういう変更が加えられるかという話になると思うんだよね。でやっぱりまずは新マップと新クラスだと思います。新クラスっていうジャングルのね新しいエリアができて、南の方にできるんだけど、まあ、今さこんな感じになってるんだけど、この下この、まあ、なんかさここら辺の海溝クリバスとかあるじゃん、この南の方、ここがバーって開いてでジャングルのエリアになるんよっていうところなんで、まずは新エリアができますと。でその新エリアに紐づいた新クラスで、そして新しい協力してプレイする、協力プレイするダンジョンで、さらに新レイドシステムっていうのが来て、さらに新傭兵システム、傭兵を雇えるシステムも来るという形で、新コンテンツがかなり目白押しなシーズン6で、めちゃくちゃ形が変わると思ってます。なのでここら辺で結構俺はいろいろ楽しみだなというか、面白そうだなとは思ってます。どうなるか分かんないよ、どうなるか分かんないけどっていうところなんで、ここら辺の新情報が多分出るんだと思う。具体的にどういうマップでどういうなんかねエリアがあってとかで、あとは実際はあれなんだよね、テストプレイにも行ったんだけど、テストプレイで行けないエリアとかもあったり、行くとクラッシュするエリアとかもあったりして、結構ねあれで、まあとりあえずやれることが制限されてたので、実際問題マップどうなのかとか、あとはその新コンテンツね、新しい傭兵のシステムで、まあ俺は一番新コンテンツは傭兵が結構面白いんじゃないかなっていうか、結構変わるんじゃないかなって思って期待はしてる。
まあ、ちょっとねどうなるかまではもちろん実装されるって分かんないんだけど、この傭兵システムが、まあ、お金で NPC を雇ってみたいな、でもディアブロ2とかであったんだっけ、よく分かんないんだけど、2はやってないから、まあ、そんな感じでね、もともとあったシステムをなんかね持ってきたみたいな、輸入してきたみたいな感じらしいんだよね。なのでそこら辺で、まあ、ミニオンみたいなのが1人固定で増えて、でいろんなクラスでいろんな特徴があるっていうところなんで、結構面白そうじゃないかなというふうには思ってます。でやっぱりあとはダンジョンとか新しいレイド、てかレイドってそもそもワールドボスで存在してるじゃん、だからどういう風な、まあ、あのやり方をするんだろうかなというふうにも思ったりするので、そこら辺も含めてどんなあのレイドになるのか、でさらにやっぱり大事なのは美味しいかが問題だよね。今さ極炎軍団やってるけど、極炎軍団報酬が激うまだからさ、やっぱ最高だよねっていう、そんな話になってるわけじゃん。なので報酬がどの程度もらえるのかとかもやっぱりいい感じにあの作用するよねというふうに思いますので、そこら辺がどうなるか結構気になるよねっていうような感じかな。であとは乗り物とか、あの乗り物さ、ジャガーがついてきたじゃん DLC 買ったら。なのでああいう感じで新しい乗り物、まあ、なんか猫っていうカテゴリーがあったんだけど、その猫っていうカテゴリーの、まあ、なんかあれが新しく追加されたりして、で今は馬のさいろんな種類をゲットできるけど、そこがなんかジャガーとかトラとかタイガーとかなんかよくわかんないけど、なんかそういったいろんな、まあ、あの種類の、 あの猫科をゲットできたりするのかなと思ったりもするし、結構その新しいものが横幅が広がっていくんじゃないのかなっていうところで、結構どうなるかは楽しみだなというふうには思ってますね。であとはやっぱり、まあ、誰がどう考えても新しいクラス、スピリットボーンだよね。スピリットボーンがどうなるんだいっていうのがやっぱりかなり気になるところではあるよね。実際問題スピリットボーンはまあ、レベル30までしか扱えなかったし、で俺がそのアメリカのブリザード本社に招待されてテストプレイをした時、まあ、ロブとかもそうだったんだけど、その時のタイミングってシーズン4なのよ。シーズン4の終わり際に行ったんよね俺らは。でそのタイミングでやったから頭がシーズン4なのね。どのくらいのレジェンダリーの化身を詰めて、どういうテンパリングがあって、どういう装備構成でビルド構成か。だけどシーズン5もうめっちゃ変わったじゃん。ユニークを積めば積むほど正義っていう感じじゃん今。なので完全に見方がちょっと変わってるんだよね正直。以前行った際 の、 あのブリザードに招待された際の時にプレイした主観と完全に違うから、実際問題さらにレベル30までしか俺らは触れなかったから、その先を見せてくれるのであれば、でユニークがどんなのがあるとか、なんか1個2個ね紹介があれば、さらにもうちょっとさ想像がかきたてられるわけじゃん。なので情報のそもそものベースがシーズン5の大きな環境の変化によって、スピリットボーン自体の見方が絶対変わってくるから、そこら辺で次のレベル30以降のスピリットボーンの姿、特にエンドコンテンツの姿とかもし見れるのであれば、それはめちゃくちゃ俺は楽しみだなとは思ってるし、やっぱりスピリットボーンねかなり新しいクラスなんだよね。でシナジーとかもかなり面白いから、結構その中で新しいことがたくさんできるビルドになってるんじゃないかなと。でまあ、その影響で近接ローグが結構、なんか見捨てられて遠距離ローグがめちゃくちゃ強くされてるっていう、そういう都市伝説もあったりするんだけど、まあ、それは一旦置いといて、まあ、やっぱ新クラスっていうのはかなり面白いかなっていうふうに思ってるんだよね。やっぱりその4種類の精霊たち、ムカデがいて、ジャガーがいて、イーグルがいて、ゴリラがいて、で俺はゴリラ推しなんだけどその中でいろんなプレイスタイルができるんよ。プレイスタイル例えばさ、ローグだったら結構速くて弓とダガーで戦う、近接遠距離でみたいな感じなんだけど、そういうさ一つの固定概念ではなくて、いろいろな形になれるっていうようなところなんですよ。なのでそこら辺が俺結構ね面白いなっては思ってるんですよっていう感じなんで、まあ、どうなるかガチで俺は期待しているかなっていうふうに思ってますね。本当に新しい形のまあなんかねなんていうキャラというかクラスに俺はなるなというふうに感じてますっていうところなんで、ちょっとねどうなるかはまだねやっぱ出てみないと、でエンドコンテンツちゃんと触ってみないとプレイしてみないとわからんけど、まあ、かなり俺的にはテストプレイした段階、スキルツリーとか見てみた段階ですげえ面白かったので、そこら辺でどう転ぶかが
本当にね期待してるんだよね。多分弱いことはないと思うんだよね。特にムカデとかはガチ強いと思うから、アンダリエルを素で出せるからクラススキルで、なのでそういった面でね俺は結構期待はしてるかなっていうふうには思ってますね。で最後に一番ねやっぱ気になっているポイントっていうのが、あの環境、今さレベルが50まででスキルツリー取って、51からパラゴンに移ってレベル100で終わるじゃんっていうのが、おそらくレベルが60で打ち止めになってレベル60分のスキルポイントをゲットできるようになって、いつもより10ポイント多くスキルツリーをおそらく触れるようになる可能性が高くて、パラゴンがレベル60から解放で、ディアブロ3のような、パラゴンは一生レベルアップするか今の2倍3倍の、パラゴン の、 レベルアップができる可能性が高いって言われてるんだよね、予想として。っていうのもそテストプレイした動画でパラゴンレベル60からってなってたので、おそらくそういったディアブロ3みたいな仕組みに完全に切り分けて、レベル60でレベルがこれ以上上がらなくなって、その代わりに経験値は入るんだけど、その経験値が全部パラゴンのレベルが上がっていく形になって、パラゴンのレベルはどん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 ずっと上がっていくみたいな、そういった形になると思うんだよね。なのでまあそういった流れでもうレベルとパラゴンが切り離されて新しい環境にはなると思うので、相当変わると思う。これによってかなり激変すると思うんですよ、環境がっていう感じなので、でまあ短縮シーズンだし PTR も行われるかどうかもちょっとよく分かんないんだよね、現状としては。っていうのもあまりにも変わるから、まあ、これがサプライズで出したいからちょっと待たせるのか、まあ、よく分かんないけど、今までとは確実に違うから非常にここが気になってます。非常にここはゲームの根幹で大事なとこだからね。でポイントとしては、今さシーズン5でユニーク環境になってるじゃん。でこれがまたぐるんって変わる可能性もあるし、シーズン4でめちゃくちゃ景色変えてシーズン6でまためちゃくちゃ景色変えたら、まあ、そのシーズン5が結構バグが多くて、俺もさ3000たる交際1個さもらえてなかったりとかもしたりしたので、なのでそういった中で結構バグがヤバめのシーズン5だったから、こんだけ激変させたね、シーズンが。シーズン6それ大丈夫かなって思ったりもしてるし、バランスとかあとはバグが壊れないかなってゲームがっていうのがちょっと心配でもあるから、そこはかなり未知数の要素だと思います。本当に直前まである程度同じような環境下でシーズンでちょっと中身を変えてやるっていうよりかは完全に別物になったから、シーズン4から5で環境が激変してね、さらにまたシーズン6で激変させるとしたら相当ね高低差ありすぎて耳キーになるからでもそれをやるってことはプログラムにすごい乖離があると思うから、そこのなんていうかな、すごい変わるっていうことはそこの新しいものを作って、新しいものにはバグがつきものっていうところだから、本当にねどうなるか分かんないし、すごいね気になってはいる。どうなんのかなみたいな、変化って大事だけど変化しすぎたりするのもあまりよろしいとは限らないんだよね。変化は絶対必要で大事なんだけど、変化で安直にやりすぎると危険だし、その変化のせいで足元すくわれてバグだらけになってやばいことになったら大変だしっていうね、その世界線もあるから、俺はね、まあ、期待してる。めちゃめちゃ楽しみだし、実際にボンスピリット触ったしすげえ楽しかったし、でゴリラやりたいし結構面白そうだったのね。なので俺自身はディアブロ好きだし期待はしてるんだけど、ただシーズン5が激変させた環境で想像以上のバグが出てて、まあ、いつもまあバグはあるし、どのゲームでもバグはあるんで、それはまあね、ある程度許容しないといけない部分もあるんだけど、結構エグかったじゃんシーズン5、まだ1ヶ月経ってないぐらいだけどっていうとこなので、まあ、そこら辺でちょっとどうなるか分かんないんだけど、一旦ねそういった大きい激変する環境があるので、もしかしたらユニーク環境が終わるかもしれないし、テンパリング環境がまた来るかもしれないし、何かの第三勢力が次のメタになるかもしれないし、それはそれでまあワクワクもするし、ちょっとドキドキもする、大丈夫かなみたいな感じで。っていうのもシーズン4ぐらいからゲームの調整すごく良くなってはいるんだけど、まあ、なかなかさシーズン5になってもちょっと怪しい調整とかあるじゃん。それやってればさ異常なのがわかるじゃんみたいな、ちょっとシーズン3の
残りがあるなみたいな時あるじゃん、生放送でよく言ってるんだけど、そういうのとかもあのただただ時間稼ぎとか理不尽なのを押し付けてビルド関係ないやんけみたいなのとかねっていうのがちょいちょい香ったりするから、まあ、そこら辺でちょっとどうなるかは、まあ、期待7割不安3割ぐらいかなっていうのが正直なところにはなってるので、まあ、ただ俺はあの今マジでシーズン5楽しすぎてドルイドでまあヒャッハやって楽しいんだけどそんな感じであのやってるんで全然ね俺は楽しくやってるんでいいんですけど、まあ、あのどうなるかっていうのは本当に未知数で、あのおでこにはバーミヤンのタトゥーを入れてみましたっていう感じです、はいということで最後にですねバーミヤンのことをみんなに共有できたのも良かったなというところでまとめやっていきたいと思います。まとめとしてはゲームズコムが、開催中です。ドイツで開催中、ゲームショーです。で期間は20日から24日、8月のね20日から24日で、この期間で行われて、おそらく、まあ、最後の2日か3日でなんかでっかい情報が出る可能性が高いっていうのも、まあ、東京ゲームショーね普通に、俺はゲーマーなんでチェックすることが多いんで毎年ね、なので、まあ、その流れから言うと大体そういう傾向が強いっしょと。さすがに初日に超でかい情報を持ってきてあと尻つぼみになるっていうのはなかなかないと思うから普通はなんかそんなないと思うのでねあれなんですけど、まあ、あのそんな感じかなっていうところですね。で、あの新クラスと新マップと新しいレベルシステムで新しいダンジョンで傭兵システム、ここら辺が結構、まあ気になってはくる。でペットの新しいのが出たら楽しいよね。なのでそういったいろんな要素が出てくると思うので、そこがどういう感じで、まあ、多分小出しに出てきて最後ドンだと思うんだけど、そういった中身の部分を今後、おそらく今週にかけていろいろねみんなと共有できるかなっていう感じで、ぜひ楽しみにしていてくださいっていう感じなので、まあまあとりあえずシーズン6を、楽しみに情報をわちゃわちゃしつつ今のシーズン5楽しめたらいいなみたいな、っていうかシーズン5のアップデート今週入るしねっていう感じなんで、極限軍団が美味しくなります。はいなので俺はめっちゃアップデート待ってるし、あとはさ母の祝福であのゴールドの取得量 50% アップになるから、めちゃくちゃ極限軍団で金儲けできんぞみたいな感じで楽しみにしてますのでね、ぜひね皆さんね、そんな感じでシーズン5の今とかシーズン6の、まあ、今後どんな情報とかどんな状況になるのかとかね、いろいろみんなでねあのコメント欄でわちゃわちゃ盛り上がれれば嬉しいなって感じで今日はね終わりたいと思います。そんな感じでKTRゲーミングではですねディアブロ4の動画サーバースラムの頃からやってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していてくれば幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。